私が知り得る中のその年下ワンコ攻めの中でもう一番正統派で一番可愛い。こんにちは、チルチル。少量 BL デビューサイト、チルチル記者のほぐしみと。綱吉です。はい、本日の企画は年下ワンコ攻めベスト3。イエーイ。はい、世の中にはですね、まあ、様々な攻め属性が存在しているとは思うんですけれども、その中でも今回はそのチルチル内で攻め属性に年下とワンコのその記載があるコミックスの中から記者一押しのですね、年下ワンコ攻めをちょっとランキング形式で紹介していきたいなと思いまして、年下ワンコってね、可愛いですよもうね。大好きですよ、もう。かなと思いますので、我々それぞれ3作品ずつ、計6作品をちょっと紹介していきたいと思います。で、今回はその作品のあらすじだったりというと紹介ではなくって、そのランクインした攻めたちの、どこに萌えポイントがあるかっていうところをメインにちょっとお話ししていきたいなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。まずはじめに綱吉が選んだ第3位はこちらです。日向ぬぬ先生の好きにさせてみせるからです。こちらですね、もちろん年下ワンコ攻めの属性が存分に発揮されたね、めちゃくちゃいい設定なんですけど、年上幼なじみの受けのしゅんちゃんのことが大好きな攻めです。いいですね、出来合いな感じそうのです、ワンそうです。コ。年の差があるタイプの幼なじみの2人なんですけど、もうこのね、受けの方があまりに鈍感というか、その思いを寄せられてることに全然気づいてないタイプの年上でして、こう攻めの方がヒロ君っていうんですけど、ヒロ君が、結構イケメンでね、もう見ての通りイケメンでめちゃくちゃモテるんですけど、この受けの方がヒロはモテるのになんで恋人できないんだろうとか言うんですよ。鈍感すぎもる。う、そうやって思ってるしゅんちゃん、なんかね、もうちょい気づいてあげろよって見てるこっちも思うんですけど、なんかそうやって、そのワンコ攻めが加速する要因がその受けの鈍感さにあるというか、もうどんだけけなげに攻めても攻めても気づいてもらえないから、よりもっと素直にもっと直球にってなってくんですよ。もう好きって直接的な言葉も使わないと伝わんないしって考えていくと、どん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 甘えたっていうか、甘える感じにもなっていくし、で必然的にしゅんちゃんにずっとついていきたくもなるから、ワンちゃんが後ろからくっついていくみたいな尻感尾じで、振ってまとわりついてる感じの。なんか告白してもなお伝わらないぐらいの鈍感さなんですよ。ああ、だそういうから感じ。もうそれなら一緒にいるしかねえって感じで、ずっとちょこちょこ後ろにもうついていって、で後ろについていくだけじゃなくて、もちろん攻めなので、こっちがね、こう引っ張ってやるぐらいの気持ちももちろん持ってるから、もうワンコがなんかちょっと大人なワンコになるというかね、そういう感じもなんかワンコ攻めの、醍醐味と言いますか。で、あと幼なじみで、このちっちゃい頃からずっと一緒っていうのもあるので、この期間的にもめっちゃ長いんですよ、片思い期間が。いいですだからそね。れももう煮詰まって煮詰まって、もう。ワンコ感が増して、なんかその年下っていうことも相まって、見てるこっちは可愛いんですけど、きっとしゅんちゃん、受けのしゅんちゃんの方は結構相当な激しめの攻めになっていってるので、好きだっていう、好きだ、好かれてるってことにしゅんちゃんが気づいた瞬間って結構こうブワッってなるんじゃないかなってそうですね。感じ、こう積み重ねてきた思いを一気にバンってぶつけられて、それを自覚するわけだから、なんかそれが長年の関係がある幼なじみっていう間柄だからこそ生まれる瞬間かなっていうので、めちゃくちゃ推したい作品ですね。で、あと2冊目のセカンドステップの方も出てるんですけど、そこでこの2人の恋人関係がこうもっと深まったりだとか、2人のこうラブラブな感じがなんかもっと、しかもなんか電子でサードステップまで出てるんですけど、そこでもバンって見れるように、先が 幼なじみたちの今後がどんどん見えていくのも、もう作品を追いたくなるポイントなので、ちょっとぜひ知らない方読んでみていただきたいです。
はい、続いてほぐしみの第3位はこちらです。はい、スカーレットベリコ先生の女王と仕立て屋です。こちらですね、あの女王って言われてはいるんですけど、こっちのあの女王の方が攻めですの、あの近江くんって言うんですけど、結構そのまあなんか生意気というか、あのツンケンというか、なんかまああの女王って言われるぐらいなので、まあ結構今までその横暴というか、わりかしこう自己中心的に振る舞ってきたような感じのあの男の子なんですけれども、あのこのスーツの仕立て屋さんのですね、こっちのおじさまと出会うことで、あの初めて結構その自分のペース通りに振る舞えなくなっていてでなんかその池の子のおじさまにどんどん惹かれていくような感じなんですけれども、はいはい、なんかその最初はだから結構その正統派なこうキャンキャンワンワンっていうよりかは、ちょっとこうなんかあの扱いづらめなところがあるけど、まああの子犬が吠えてるような感じの攻めなんですけどねそこがこうどんどん柔らかくなっていって、このどんどん懐いてって、あのでそうするとまあ結構後先考えないというか、若さゆえにどん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 こうアタックしていく感じのけなげさも出てきて、すごい可愛かったんですよね。あとそのちょっと作中でこの近江くんにはですね、その普段結構そのふんふんって感じで振る舞っているんですけど、叶わない相手がいまして、あのお姉さんがいるんですよね。で結構その気が強くてギャンギャン言ってくるお姉さんがいるから、そこでこうちょっと強く出られなかったりとか、あの近江くんのこう弱さみたいなところもあったりするんですけど、そのお姉さんとのこう関係をそのあの受けの手によって、受けのからのアドバイスだったりとか、あの、まあ、落ち着いてこう自分の本当の本心を吐露して、まあ、弱音を吐ける場所になっていって、そうやって弱さも見せることができるようになって、ただのこうキャンキャンしていた若い、あの若いワンコちゃんというか、その女王様の気質だったところから、はいはいはい、あの成長していくところも見れるので、そのワンコの成長していく姿が見たい人とかにもぜひおすすめですね。まあ、あのこれは全然私事なんですけど、はいはい、なんかあの年下ワンコ攻めで、私それまでこの作品を読むまではなんかそこまですごいクリーンヒットじゃなかったんですけど、この作品がすごいぶっ刺さっちゃってあなんか年下ワンコ攻めってすごいいいなって思ったあそのきっかけの作品なんですね、はい、きっかけの作品なってなってますね。続いて綱吉が紹介させていただく第2位はこちら、はい、藤崎萌え先生のとんでもない俺のアルファです。いやーとんでもなかったですね衝撃的すぎて、はいはい、あの各所で紹介したいぐらい心に残ってる作品なんですけども、はいはいはい、あのオメガバースなんですけども、うん、プラスの設定として、はいはい、とアルファが獣人っていう獣の、うんうん、でとベータとオメガが人間っていう設定で、はいはいはい、のここのメインになってくる2人が、攻めのアルファの方が豚の獣人なんですよ。あ、はいはいはい、豚なんですけど、ちょっとまだちっちゃいので小豚ちゃんです。あ、はいはいはい、で受けの方があの人間です、うんうん、なのであの獣人×人間のお話なんですけども、はいはいはい、攻めの方の小豚ちゃんがとんでもなく可愛くて、とんでもないとんでもない、あ、またとんでもないって言ってたで、あのこの獣人なんですけど、であのこの表紙にいるもう人間の形になってる姿ではなくて、普段は、うんうんうん、普段はあのリアル豚の姿なんですよ。あ、はいはいはい、あの二足歩行するタイプの豚なんですけど、小豚ちゃんが普通に保育園に通ってて、かわいい、その保育園の先生が、はい、あの受けの方なんですよ、うんうんうん、受けのヒロ先生なんですけ ど、はい、そのヒロ先生のことが大好きな小豚ちゃんがめちゃくちゃアタックしたりするんですけど、はいはいはい、その小さい子がアタックする方法って、まあ、たくさんあると思うんですけど、特に可愛いのが、はい、なんか指にあの紐を巻きつけてあの指輪みたいな感じでしたりだとか、もう好きだからもう直球でこうお花と か、 なんかプレゼントしたりとか、そういう可愛いアプローチが続いていくのに、ひとたび人間か人間の姿になったらゴリゴリに攻めるんですよすごい、だからこう普段すごいワンちゃんみたい、まあ豚なんですけどなんかプイプイ言いながらこう来る感じがまさに年下ワンコ攻めって感じなんですけど、こう人間の姿になった時にも、あのやってることはゴリゴリなんですけど、中身は変わらないから、ね、あのすごい可愛いことを言いながらガンガン攻めるっていう、はい、なんか一度で二度美味しい感じの、そうそうそう、なんか視覚情報が多すぎて、はい、こっちとしてもねすごい満たされる時間なんですけど、
でそのアルファのねその獣人のブタちゃんの方がリン君って言うんですけど、なんかリン君この人型になると表紙にある通り褐色のめちゃくちゃイケメンで、はい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 、絶対その辺歩いてたらモテるだろうって感じなんですけど、うんうん、その気持ちがね全部このあのヒロ先生に向いてる感じがもう、はいはい、もう王道のワンコ攻め感があってすごい好き で、まああと今回のテーマからちょっと外れますけど、はい、一番問題になってくるのがね、はい、あの豚のブツってドリル型らしいんですよ。なのでまあそれにめちゃくちゃ怯える、まあ、当たり前に怯えちゃうヒロ先生がどうやってこのリン君にほだされていくのかっていうのも、はいはいはい、ワンコ攻めの本領発揮なところではございますので、いいですね、ちょっと見ていただきたいところですね。続いてほぐしみの第2位はこちらです。はい、鶴亀麻世先生のパーフェクトプロポーズです。はい、こちらなんですけれどもね、このあの銀髪の方があの攻めの海君って言うんですけど、まあ、この2人、まあ、幼馴染、まあ、ではちょっとないんですけど、なんか昔からの知り合いでして、うん、そう、あのこっちが高校生中高生ぐらいだった時に小学生だったみたいな、うんうんうん、でなんかその公園でその遊ぶ仲だったんですけど、その頃に一度なんかじゃ あのヒロは俺がいないとダメだから、なんか将来は俺が結婚してやるよってこの攻めの海君が言うんですよ。でところから始まっていって、まあ、なんやかんやあって大人になって、まあ、この姿で再会したっていうところから始まるんですけど、うんうんうん、まあ、このね攻めのね海君がねすごいいい特性なんですよ。なんかまあちょっと見た目からもまああの想像つくかもしれないんですけど、まあ、その大昔に結婚の約束をしたところをですね、はい、この理由にというか、まあ、出しに使ってきて、うんうんうん、まあ、再会してから結構もう最初の方からグイ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 こう来るんですよ。あのオラオラじゃないですけど、え俺たちって結婚の約束までしたじゃんみたいな感じでそれをこう迫ってくるんですよね。なるほど、うまいように使って。そうで、なんか今家がないからって言って、そういうので強引にこう家に転がり込んだりとか、結構そのまあクールに装ってはいながらもやってる行動はそのすごいおせおせだし、なんかあのなんだかんだその口はちょっとあんまりあの口下手な感じなんですけど、あのその必死感がちょっと出てるところからしても、うん、まあ、なんだかんだその悪態というか可愛くないことは言うけど、受けの、あの広くにすごい懐いてるんだなっていうのが分かるタイプの年下攻めです。で、あとなんかそうやってグイグイ結構普段のところではなんかあのおちょくってるというか、うんうん、あの広くにこういいようにあの自分のペースに巻き込んでる感があるんですけど、うんうん、なんかその肝心なところというか本当に自分本音を言いたいときは引いちゃうんですよ結構自分の方が。でなんかそれがすごい分かる結構2人のその関係が変わるようなあの場面があってですね、あのお祭りに行くお話なんですけど、そこでちょっとこうなんか最初からちょっと諦めて引いちゃうところとかにはすごいキュンときましたね。まあ、あとなんかこう前編を通して結構そのまああのお前呼びなんですよ、まあ、そもそもその年上だけど結構年離れてるけど、なんか広国のことお前って呼んだりとか、うん、まあなんか無愛想な感じなんで、結構その広国に対してもなんかもうガンガンタメ口聞いてくるみたいな、なんかまあ俺にしとけばいいんじゃないのみたいなことをボソッと言ってくるような感じのこう無愛想年下攻めが、私はすごいもう性癖というか刺さったんですね、もう大好き属性だったのですごいそこも良かったです。続いて綱吉が選んだ第1位はこちらです。ハシクラジル先生のミツバチとレモンバームでーす。これ大好きな作品なのでちょっと紹介させていただきたくて、あの間違いなく年下ワンコ攻めなんですけども、この表紙にいるのがこっちはあの受けの方なんですけど、あの結構夜の街でやってるお花屋さんの店主です。なので夜の時間帯からやってて、来るお客さんもそういった街に関わりのある方とかで、結構出てくる登場人物はなんだアングラな感じというかが多いんですけど、で攻めの感じの攻めの方もあの最近シャバに出てきたタイプの元ヤンで、もう今お金もないしお家もないし、お仕事もないっていう状況でこのお花屋さんと出会うんですよ。そんなんもう年下ワンコだったら絶対好きになっちゃうじゃないですか。しかも表紙見てお分かりの通りめちゃくちゃ美人で、最初あの攻めの方も女の人だと勘違いしちゃうぐらいなんですよ。であのひょんなことからちょっとお店を手伝ったりして、でも住み込みで働かせてもらうことになって、2人がもう一緒にね暮らしていくことになるんですけど、この攻めの方が割と序盤で簡単に惚れちゃうんですよ、はいはい、あなるほど、なるほど、即惚れ。もう面白くって、それがすごい面白くって、はいはい、あの
最初顔を見ては綺麗なお姉さんみたいな感じでちょっとあの赤面しちゃったりがするんですけど、はいはい、その後男だって分かってからもう可愛いって思ったりとかしちゃって、うんうん、あこれってもう好きじゃんってちゃんと自分の気持ちすぐ自覚できるタイプのわんこ攻めなんですけど、あの、まあ、勘違いから始まったけどでもそんな即好きになっちゃうってぐらいだから結構熱しやすいし、はい、気持ちも熱い気持ちを持っておりまして、はいはいはい、なんか他のねあの男がお客さんとかも含めて男とこのあ店主のね雄一郎さんっていうんですけど雄一郎さんが喋ってたり関わってるの見るだけでちょっと嫉妬しちゃうというか気になったりしちゃって、うん、でこのわんこ攻めの方の三谷薫くんっていうんですけど三谷があの蜂蜜の蜜なのでまさにこのタイトルにぴったりなんですけど、この三谷くんがあの結構店主がね体が弱いところもあって、うん、もう俺がこの人のために働くとかこの人の分も仕事したりするし倒れそうになったら俺が支えるしっていう、はいはいはい、なんかでも結構大人なので、うん、みちやくんのことをむしろ保護してあげてる側なんですけどでもみちやくんからしたらもう俺がってこの好きな人を絶対守るみたいな気持ちを持ってるので、なんかそれがまさに年下属性というか、そうですね、好きな相手のために一途に自分のこう力を尽くそうとするけなげさが可愛いですね、うんうん、なんかもうできる限りのことをしてあげたいってすごい奮闘するみちやくんも可愛いし、うんまあ、でも結構奮闘しててもちろん役に立ってるんですけど、でもやっぱり大人なのでちょっと一枚上手なところもね、うん、あったりして、でもこの結構ゆったりふわっとした感じなんですよ、雄一郎さんは。なのでなんかそういう方に惚れた弱みというか、その三谷くんの気持ちがいつ伝わるんだろうか、はい、というかその雄一郎さんのために体を張ってその先に三谷くんの幸せはあるのかなみたいな、はいはい、ちょっとこちらもほんわかししつつもちょっと続きを気にしつつなんか読めましたね、はい、2巻も出てるので、はい、こう読んでいくと2人がねなんか結ばれそうにないのかなともちょっと思ったりもしたんですけど、でもやっぱりいくら鈍感というかちょっとふわっとしてる感じの雄一郎さんでもきっと三谷くんが頑張れば気づいてくれそうだなっていう気配がするので、それを信じて読み続けるのがもうおすすめです。はい、続いてほぐしみの第1位の作品はこちらです。はい、おまゆ先生のお預けのキスの行方です。はい、これの攻めのなおくんがですね、私の出会ってきた年下ワンコ攻めの中でもうなんか商業コミックスの中で言うともう本当にもう主導の1位な感じでして、なんでかっていうとそのやっぱ私が知り得る中のその年下ワンコ攻めの中でもう一番正統派で一番可愛い、なんかもう誰が見ても年下ワンコだねって言えるようななんか攻めくんかなと思ってまして、まあなんかなんでそう思うかと言いますと、まあ彼そのこの2人の関係性がですね、まずこの攻めのなおくんが立ち線のそのデリヘルボーイをしていて、こっちの受けのしゅんさんはですねゲイで、雑誌の編集記者をやっておりまして、でそのまあその仕事が忙しい時にそのストレス解消でそのまあなんかデリヘルをよく利用してるの、それで出会った関係なんですけど、まあこのなおくんがすごい真面目でもうめちゃくちゃいい子、もう超好青年なんですよ、で仕事もすごいきっちりこなしてて、そのなんかね、なおくんちょっと諸事情でそのプレーの時にキス NG なんですけど、それを伝える時にもうなんかごめんなさい俺がキス NG でみたいな、なんかすごいなんか誠心誠意謝ってくれたりとか、なおくんちょっといろいろお金を稼がなきゃいけなくて、家族のために兄弟思いで、その兄弟のためにその自分がめちゃめちゃバイトをして生活費を稼いでるんですけど、なんでそのこのデリヘル以外にもいろいろ掛け持ちをしてるんですよね、はいはいはい、でそのバイト他のバイトが時間が押しちゃってそのなんかデリヘルの時間に遅れそうになったりとか遅刻しちゃった時とかも、うんうんうん、なんか別に時間そんな言ってくれば大丈夫だったのにって言っても、うんうんうん、そんな俺の都合でそんな遅刻なんてできませんよ、お待たせできませんよみたいな、めっちゃ頑張ってくれたりとかするんですよ、うんうん、でなんかそういう感じで結構、ま、受けのしゅんさんもねやっぱ大人ですから、なんかそのなおくんのそういうけなげなねいい子さを見てこうほだされていくというか、どんどん好きになっていくんですけど、まあ、そんなこんなでこう惹かれ合った2人が結構プライベートとかでも会うようになっていって、
して、うん、お互いの自分の気持ちをこう自覚していったりするんですけど、でまあそのなんか近づいていって、ちょっと奈緒くんの方が、うん、あの家族の関係のことでこうしゅんさんにお願いをする時とかもなんかもう、うん、あのこれ作中にあのちゃんと耳がもう書いてあるんですよ、ワンコの耳が書いてあるので、もう本当にワンコだそうだから受けのしゅんさんから見てももうワンコに見えてるしみたいな、なるほど、いや本当になんか可愛い、すごいなんかいい子じゃないですか、うん、めちゃめちゃワンコ属性っていい子っていうのが、まあ、自然と紐づいてきますけど、はい、それをすごいまさにぴったりって感じですよねなんかもうドストレートど真ん中を指してくるような、うん、すごいな子で、まあ、そんな普段はそんな感じですごいいい子なんですけど、そのまああのデリヘルなんでそういうあの体の関係はもちろんあるじゃないですか、でお仕事でやってる時はねもうすごいめちゃくちゃかっこいい攻めなんです。だからその普段のその真面目ですごいあの好青年ワンちゃんって感じの時と、うんうんうん、あのエチ中のめちゃめちゃかっこいいギャップもあって、いやもう本当どこを取ってもなんかこれに勝るあの年下ワンコ攻め私いないんじゃないかなってずっと思ってますね。それぐらいドンピシャだったんですね。はい、でこちらのおまゆ先生のねデビューコミックスにもなっていますので、うん、もしまだ読まれてない方いらっしゃいましたらぜひぜひあのこれを機にちょっと読んでいただけるといいかなと思います。はい、ということでですね、本日はあの我々の一押し年下ワンコ攻めを紹介していただきたんですけれども、はい、まあ、いかがでしたでしょうか。まあ、なんか本当お互いのワンコ攻めを聞きながら、いやすごい可愛いなと思って、ね、ですよね、心がお互いなんかワンコ攻めって同じ属性でもね、なんか刺さるポイントとかやっぱり人それぞれなの で、 そ、 で、ね、それをもう探してさらに出会いたいですね。そうですね、なんで、まあ、この他にもですね、まだまだ世の中にはたくさんの年下ワンコ攻めが存在していると思いますので、あのぜひ皆様のそのベスト年下ワンコ攻めもコメント欄にてあの教えていただけると嬉しいです。今回紹介した作品の紹介ページはですね、あの概要欄に貼っておりますので、そちらのリンクからぜひちょっとそちらも見てみてください。それではバイチルー。